倉田白洋、倉田白洋12月25日から1938年11月29日は、日本の洋画家、浦和画家を代表する人物でもある。自然をモデルにした作品を多く発表し、初期文典に入選を重ねた。山本カナエの提唱した、農民美術運動の協力者でもある。本名は重吉、埼玉県浦和町出身。父の倉田有国は、 桜藩士の漢学者で安井側圏の皇帝であった。1894年、洋画家、浅井忠氏の文化生となる。これは、浅井に指示し、将来を職望されていたが23歳で創生した兄、倉田定次郎の遺志を継ぐためであった。この頃、同じく浅井の文化生だった石井白帝と親しくなる。1896年、死、浅井が、 東京美術学校の教師として迎えられたため、1898年に倉田もこれを追うように入学し、1901年に主席で卒業。1902年太平洋画界に参加。作品を発表するかたわら、中央新聞社を経て、時事新報社に勤務し、カットや美術展表などの仕事を行う。またこの頃から、白洋の画号を用いるようになった。 1907年には第一回文部省美術展覧会に梅雨晴れで入選。この頃から倉田の活動も活発になっていく。翌年には山本かなえ石井白帝、森田常友による美術文芸雑誌放寸に参加し、同じ頃パンの会にも参加。1912年には川の淵が夏目漱石の美術批評に取り上げられるなどして、 評判も上がっていき、1915年には日比谷美術館で個展も開いている。放寸で知り合い親友となった小杉未生の紹介で、押川俊郎を中心としたスポーツ社交団体、天狗クラブに入会していた倉田は、1916年、クラブの旅行で朝鮮、満州に出かける。これが倉田の転機となった。この旅行の中で大自然の魅力に取り憑かれた。 倉田の絵からは、以降人間の姿が少なくなっていく。1922年、春陽会の創立に参加。同年、山本家内に、日本農民美術研究所の副所長として招かれ、長野県上田市に移住する。以後はここを、修世の住処とし、作品を発表しながら農民美術運動の指導にも、当たった。1934年、 治病の糖尿病が悪化し右目を失明する。その後も絵は描き続けたが、病状は悪化。1938年には完全に失明し、同年11月29日に死去。墓所は玉霊園。ありがとうございます。